じゃ似顔絵描く、似顔絵やりましょう。似顔絵描いてもらってる方はさ、なんか考えられる。考えられる。顔だけキープしておけば大丈夫。大丈夫大丈夫。似顔絵、似顔絵やります。似顔絵やろ。どっちから描きます？どっちがいいかな。よいしょ。じゃあ私描いてもらおうかな。お、描きます。よいしょ。はい、ペン。待って、描いてもらってる間顔キープしなきゃいけないから、キープです。ちょっと簡単なポーズしよう。なんか楽なポーズ決めてくれるの。まず頬杖ついてたら体の重心をこう上こう前に預けて、じゃあ描きます。あ、もうかわいい。なんかないかな、内緒にしてる恥ずかしいこと。なんだろう。あ、それを言えばよかったんだ、詰めかけた話。あ、確かに取っとけばよかった。取ったんだ。取っとけばよかった。もう包み隠さずすぐ言っちゃうから。すぐ。もったいないことした。あ、もったいぶればよかった。なんだろう。かわいい。なんか恥ずかしいことなんかあるかな。なんだろう。なんだろう。恥ずかしいこと。恥ずかしいこと？ありました？あるかも。お。私ないな。なんだ？あるわ。私ある。あります？うん、何系？いや、なんか別に、なんだろう、大したことじゃないけど、うんうん、なんだろう、個人的には恥ずかしい。あ、そういうの一番いいですね、うん、かな。なんかさ、タイタニックでそういうシーンあるよね。え、タイタニックって似顔絵描くシーンありましたっけ。あるある。あ、ジャックは絵描きだから。あ、そうなんですか。そうだよ。最近見てないから全く覚えてないな。私もなんか初めて見た時に、なんかお母さんとお兄ちゃんの3人で見たんだけど、ほうほう、なんかすごい、なんか大人って思ってなんかよくわかんないけど大人ってすごいみたいな。よくわかんない、よくわかんないんだけど、なんか大人って思ってる。なんかはちゃめちゃに泣けたっていう記憶しかなくて。あ、そう、はちゃめちゃに泣けるですよね。すごいはちゃめちゃに泣ける。でもやっぱなんか子供の時見た感想と、うんうん、大人になってから見る感想全然違う。あー、やっぱそうなんだね。なんかその子供の時は全部がすごい大人に見えたんだけど、うんうんうん、やっぱこう大人になってみると、うんうん、なんかこうやっぱジャックもローズもすごいなんか、うんうん、衝動的。あ、だからやっぱ逆にちょっとなんか幼いというか、あ、すごい若いなって感じる。へー。からなんかやっぱそのなんかその当時見たの小学生とかだったけど、うんうん、その時とはなんかだいぶ感性というか感覚が変わった気がする。でもなんかやっぱ少女漫画を見てる時のような憧れというか、うんうん、そういうなんかキラキラしてる感じはやっぱりこうすごい憧れたけど。あ、すごいと思った。でね、なんかね、タイタニックでね、なんかこうローズがね裸になってね、なんかね、こうこうやって、ありましたっけ。そう、でジャックがすごい、思い出したかも、思い出した思い出した、こんなヌードデッサンしてたもんね。そう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 、あのシーンがさ、そういえばすごいドキドキした。そう、子供ながらにね、あ、子供ながらにね、めっちゃいいおっぱいしてるって思った。その頃からその感性あったんです。そう、めっちゃいいおっぱい。へえー、書いてる、まだ書いてる。けたかな、結構な尺を取って書いてます。書けたかな。いいですよ、ありがとうございます。書いてますね。書けました。はい、じゃあ完成、発表してもらいましょう。こっち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 、いきます。じゃーん、めっちゃ可愛い。そうだそうだ、この子めっちゃいい。マジだった。完成。やっべ、私先に書けばよかった。忘れてた。我ながらうまく書けましたよ。そうだ、めっちゃうまいんだった。すごいもんな。いや、そうだった。そうだ、忘れてたよ。次は私の番ですよ。先書けばよかった。可愛く書いてください。そうだよ、あかりんめっちゃ絵うまいんだよ。いや、前にさ見せてもらったあの絵がマジでプロ並みにうまかったんだよね。絵描くの好きなんですよね。
ね、じゃあちょっとペンもらって、はい、どうしよう、先に分かった、ちょっと頑張って書きます。こうがいいかな、いきます、お願いします。じゃあ恥ずかしいこと考えて、あ、そうだ、考えないと、恥ずかしい秘密、うーん、なんだろうな、恥ずかしい、うんうん、言えない範囲のやつはたくさんあるんだけどな。そうなのよ、うん、言える範囲の秘密、言える範囲だったら言ってるんだよな。そうなの、うん、そうなのよ、何があるかな。そうなのよ、秘密、秘密、秘密、うーん、もう本当に言えないやつばっかり出てくるそれな、せやねん、言えないやつたくさんあるのに、せやねん、あー、ありました、嘘、あった、ありました、ありました、恥ずかしい、恥ずかしかった記憶、そんなに絵が得意じゃないんだよな私似顔絵描くことあります？なんかさ、中学の時とかさ、授業でさ、あるじゃん、ありましたね、だからなんかそれでこう、何、しかもなんか男子の絵描かなきゃいけなくて、難しい、女子じゃなかったんだよね、それがすごい嫌だった、嫌、うん、だった嫌だった、そう、似顔絵って難しいですよね、うん、難しい、でもさ、絵うまいからさ、そんななんか苦痛じゃないんじゃないの。いや、でもちょっと気使いますよ、なんかここすごい特徴的だけどコンプレックスかもしれないから、あんまり強調して描いちゃいけないのかなとか、うん、あー、なるほどね、うん、確かに、できれば可愛く描いてあげたい、確かにね、うん、私なんか小学校の時に、うんうん、あ、中学校だったか、あ、小学校だと思うんだけど、なんかクラスの男子、うんうんうん、私休んでたの、うんうん、でそしたらなんかそのパソコンで写真をなんかこう加工するみたいな授業があったらしいんだけど、その時になんか休み明けで次の日学校行ったらクラスの男子に、あの、お前の写真、あの、こう細く加工しといてやったからって言われてすげえ傷ついたことあるよそんなのいらねえよって言ってね、めっちゃ失礼、そう、子供だからねってかね、そんなそんな気遣いをできるんだ子供ってって思った、確かにできた、人の顔加工するってなかなか、あ、顔だけだけどいい、お、あ、鼻描いてないじゃん、お、一番大事、はい、お、じゃあ見せてください、はい、いきます、こちらのカメラに、はい、いきます、じゃじゃん、あー、かわいい、え、かわいい、でも私本当に絵描くの可愛い、得意じゃないんですよ、めっちゃ見かしてもらってる、ちょ、頑張りました、すごい、特徴は捉えてるはず、うん、髪型が外跳ね、ニュー、ここだけな、ニュー髪型、ここ、あとね、あの、あかりんの眉毛はあのね、ちょっとこう細くてシャープでちょっとシュッてしてんの、シュッてシュッてしてる、そう、その子をね、こうシュッて描きました、はいはい描きました、イエーイ、あ、はい、並べる、嘘でしょ、地獄やんこれ、私ただの地獄やんいや、我ながらうまく描けたな。ねえ、これ欲しい。私、そう、あかりん大好きってさ、いや、もう私の願望です。言わせてるじゃん。言わせましたよ。言わせとるやんけ。私に似顔絵描かせると全部こうなりますから。すごい。ちょっと、もらって帰ろうかな、それ。お、やったー。かわいいから。イェーイ、じゃあ、ってことは